これキリトとリズベット選んでできるかな。いきます、キリトリズベットでいきます。これ制限時間足りるかな。一応ねこれでオートタゲオフにしてこれ食らうかな。倒しきれるか心配なんですけど、あ来ない来ない来い、よし、あ倒せる、一応倒せる、よし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 、このペースはいいぞ。まあまあこれでスイッチ貯めて、あ待って、これでボス戦か。こっからこっからボス戦なの でここで切り替えていく。デバフの槍じゃなくてデバフの片手直剣に切り替えます。でデバフ10種いけるかここでちょっとやってみます。いけるかな。これでどうするんだっけ、これいってで入って追従してで追従してであそうだ間違った、スイッチ貯めてからやるんだ。そうスイッチが溜まりきってスイッチ貯めきってからやろう。デバフ10周やるのにはねスイッチ貯めてから、まあ、配布優位とかねつけながらやると早いのかもしれないけど、ちょっと慎重にいきます。ここはどうしようかな。これで少しずつ貯めて、よし今だ、コネクト打ちます。であれ打ちますあれ打ちますとかあれとか言っちゃった。やばいやばいやばい、時間持つかな。あやばい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 、デバフ10種生きてないなまだ、やばい。え、あ待って待って待って、外れた。あうわ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 、え、ちょっと待って嘘だろ、うわ、え待って、デバフ10種、え待って待って待って、え無理かな、もう一回やってみよう。キュイーンキュイーンキュイーン、あやばい、これで、あこれでもしあれだ、あきよし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 、いけいけ、あーもう間に合わない、あーデバフ、あーマジでデバフ10種無理、え待ってこれ無理くねえか、どうすればいいんだこれ、あこれボス部屋入ったら戻れないのこれ、マジか、ちょっと引き返すか、想像以上にきつかった。デバフ1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、多分これコネクト挟むのがダメだ、だからコネクトは解除して、コネクト、この槍の青の一番槍サチ地帯のモーションが長すぎるから、これを外してでいきなり打ってった方が良さそうな気がする。だからこれとこれは最後に打ちたい、8秒だから、あとはこれは風属性弱化4デバフなので、弱化4デバフは風弱化4デバフ他になんかつけてる部分があった気がするので、かぶっちゃうから、これかな、これくらいしかないな。そしてこれで、コネクト打ちます。あれ今当たった、当たった、よし。でこれで打ちます、打ちます、で打ちます、でスイッチ打ちます、でこれでか、あ間違った間違った、あクソ入れ、あクソ、うクソ、うはいはい、あえ待ってこれさ、待ってこれ覚醒したけど配布優位入ってねえじゃん、配布優位入ってねえじゃん、やり直し、配布優位入れないと、やばいやばい、ヘイトがこっちに向いている。
まあ、もういいや、これ倒すタイムはどうでもいいからデバフ10種つけることをまず目標にしよう。無理くね。え、ちょっと待って、状態異常ブーストデバフ なかったらこれ、いや、パーティー組むしかないのか。これソロには限界があるとキリトが言っていましたが、いや、マジで限界すぎてやばい。ちょっともう一回チャレンジしてみよう。覚醒が溜まってきたので、もうちょっとスイッチ貯めてから行こう。よし、もういいや、これで行きます。で、状態異常ブーストデバフつけます。で、3撃目入れます。で、4撃目入れてからのスイッチを入れて切り替えて覚醒して、あ、間違った、いいのか、これで、あ、スイッチがいけ、あ、あ、あー、間に合わねえな、これマジで。一人で10種は、ちょっと待って、待って、なんで、なんでマジでなんで、なんで、マジ無理じゃん、こんな一人で行くもんじゃねえな、これマジで。一人でデバフ10種つけるやつバケモンでしょ。スキル揃ってねえもん。探検でさ、こういうのがあるんで、視聴員デバフと、あの、斬撃弱化デバフ同時につけられるみたいなあるんだけど、これ以外にデバフが全くない、探検は。デバフって想像以上に持ってるのがなくて、あ、暗闇4デバフ、こっちについてるけど、暗闇4デバフ、これ外してなんか他のデバフつけるしかないか。いや、でも他のデバフないよ。探検?物理的に無理な感じがするけどな。探検の再起間発、なんだっけ、命中率下げるやつ、これか。暗闇4デバフを消しましての、これかな、防御弱化3デバフに切り替えて、で、これ暗闇4で、これで 1,2,3,4,5,6,7 にはなるけど、これでいいのか、これでいけるのか、わからぬ。他にデバフないもんな。視聴員三河市、弱点発見で、これ最初これで、もしこれで、なんかその、スイッチ最初貯める段階で、これでもしデバフついたら、そっから起点にしてもいいかもしんない。あ。槍デバフは無理なことが分かったので、これちょっと探検でいけるかな。他の武器種でなんかデバフあるかな。2種類同時につけられるデバフがいいけど。なさそうだな。デバフ2種っていうのはなかなかないのかな。これが小刻印。バーストは演出の時間が長すぎる。いや、でも探検しかないな。いや、もうこれしかないな。再起間発しかないな。これで行ってみるしかないか。モブ狩り用の編成にもう一回戻して、もう一回ちょっと一人で行ってみよう。もうね、デバフ10個つけられればいい。あ、待てよ。アシストキャラにデバフ打ってもらえばいいじゃん。アシストキャラでデバフ、ソロでやる場合、これアシストにデバフ打ってもらえばいいじゃん。こうすればいいんだ。で、あとは、他の種類に闇属性。でも闇属性デバフ入れてほしいから、これがモーション長い。突闇強化欲しいな。キリトにデバフ打ってほしいけど、これ小刻印、なんかこれモーション長いから入れとくか。で、これが効果持続、あ、何、効果持続時間が長いから入れといて、ダークローズスラッシュ、キリト回転、ハッケ小回転。もはやこれちゃうな、もう。これじゃないな。もう火力とかどうでもいいや、アシストは。主言者リーファー。そしたらコスト下がるか?下がらない?なんか下がらなそうな気がしてきたけど。この順番でいいのか、これ。いや、これを、こうして、これを、なんかこんなことやってんのバカみてえだな。
まるで意味ねえよ、本当に。こんなことする意味あんのかな、マジで。楽しい、サチ。サチと、キリトかな。キリトでいいよな。キリトかな。非属性弱化4デバフってどうしてだっけ。非属性弱化4デバフ入ってなくね？入ってねえじゃん。じゃあこれさ、これでいいんじゃね？非属性でいいんじゃね？で、アシストのキリトには何か入れとくか。一定確率のやついる。どうしよう。デバフ、これでいいや。アビリティで何か敵にデバフつけられるのあったか。アビライズとかでな、あったとしても。アビライズ持ってないので。これでいいと思うけどなぁ。お、アシストキャラがデバフつけてくれ。で、これやって、で、これやって、で、これやって、で、つけ、デバフ、デバフ、10個ついたのか、これは。デバフ10個ついたのか、これは。ちょっと待って。デバフ10個つ、あ、10個ついた。デバフ10個ついた。え、待って、これデバフ10個ついたんだけど、アシストパーティーのおかげでデバフ10個ついた。よし。みんな死んじゃった、お疲れさん。ブレイク片手再建に切り替えます。で、切り替えます。ひたすら、これで、ブレイクを狙っていく。で、スイッチ、あ、ちょっと、逃げろ。で、スイッチ打つ。これ、発泡クズしついてるよね。よし、ついてるよ、よし。ブレイク狙ってく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 。で、ブレイクしていく。ブレイクが遠い。ちょっと、これで。よし。で、スザク、アスナを打つと。で、バーストで打つと、少し、ブレイクの増え方がいい。え、ブレイク増えないよ。え、全然増えないんだけど。え、こんな増えないの？ブレイク。ちょっと待って。え、怖っ。え、ブレイク、あ、待って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 、ある。ブレイク。あ、これはね、これはね、攻撃するためにやってるんじゃなくて、ブレイクを増やすためにやってるし、まあ、この階層まで来ると属性耐性があって、マジで何も食らわないので、まあ、他のね、てかこれあれなんですよ、インゴットっていうのをつけてて、残属性以外の攻撃が、ダメージ全然出ないようになってるんですよ。残属性攻撃するときだけ強くなってる状態なので、インゴットね、めんどくさくてそのままつけっぱなので、ね、ちょっと今ね、まあ、今の環境ね、ほんとね、3年前しかわかんない人だとね、全然わかんないと思う、今の環境。モッドスキルとかが出て、フロアボスワンパンで倒せるみたいな、3パンとかで倒すみたいな。まあ、アシストに食らわせるみたいなのは、まあ、そういう、なんだろう、そういう戦法もあるけど、今は違う。タンクとして、ヘイトを稼いでもらって、今、ターゲットが自身に向いてない敵にっていう効果の、弓のスキルがめちゃくちゃ強くて、今トップレベルの人だと、スイッチ一撃で1000万超えるので、それやるんだったら、なんかソロでやるとかだったら、まあアシストにそういうの使わせるっていうのはあるけど、基本的には、まあないかな、あんまり。アシストに食らわせる。まあ、そう、だからそういう考えでやるみたいなのはあんまりないかな。これ、あ、もうちょ、よし、ブレイクした。で、これでブレイク。
片手コーンセカンドセット、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、危ねえ危ねえ危ねえ、これ死ぬと覚醒がなくなって、うわ、どうしようこれ、やばい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 、これあーちょっと回復強化とか入れてくるんだったかな、やばい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 、死ぬ死ぬか、これ入れてで突如、あ間違った、まあいいか、間違ってはいない、むしろ良かったか、あやばい、あ54万出た、54万出たぞ、闇突闇突、あれあれ、あやばい、槍、一番大事な槍コネクト忘れてた、うわやっちった、うわやってしまった、コネクトに入れてたやつ全部抜いちゃったよ、うわここまで来たのにマジかよ、なんでこれダンジョン内でもコネクトの中身入れ替えらんないから、うわきつ、うわーミスった、さっきのデバフ10周以上つけることに注力してたから、それであの槍のも外したの忘れてた、マジショックだ、どうしよう、やばいやばいやばい、きつい、どうしよう、せっかく10周ついたのにこれで、きつ、闇突闇突闇、あこれじゃないこれじゃないこれじゃない、あまあ、死んじゃ死んじゃ死んじゃ、あよかった、これで刻印入れて、これでいったらこの80万84万、あー案外いくじゃんこれ、いいじゃん、よしこれでバースト満たそう、バースト満たして、ああ危ない危ない、あバースト終わってしまう、早くやんないと、やばい、これで突属性のバフを打つ、で覚醒する、いけバーストいけ入る、あ163万、やった、まあ、そこそこ、おいけるいけるいける、これ倒せるぞ倒せる倒せる、お94万も出た、これ倒せるぞ、いける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 、よし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 、いけるいけるいける、あ終わっちゃった、いやでもこれいける、頑張ればいける、あやばい、突闇だっけ、とりあえず闇打って、闇打って突来い、突クールタイム終わり、あーコネクトあればな、コネクトスキルあれば、コネクトスキルあればいける、で刻印使ってバーストバースト入る、おーいった、いけ、よし、あーこれ案外いけるかも、やばいいけるかも、倒せるかこれ、あと 何分、8分、いけんじゃね、いけるかな、いけんじゃねこれ、いけるいけるいける、このままよし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 、逃げろ、逃げらんなかった、刻印使います、でバースト打ちます、闇の鬼バフ入れてスイッチ、よしよし
あぶねえ、あぶねえ、マジで怖すぎる、きついなこれ。刻印入れて、バースト、おお170万、やば。あ、やべ、刻印が消えちゃった。あ、そっか、小刻印出るのか。そっか、バーストで打つと小刻印が出るんだ。ちょっとここは慎重に避けていこう。スイッチも使っちゃおう。今ね、刻印、最近だけど刻印より強い、そう、今でも刻印強いんだけど、刻印より強い、突水印っていうのが出て、突属性の敵になんかダメージが 2.5 倍みたいな。まあなんか小吉デバフとかもあるんだけど、あ、小吉だっけ、大吉デバフか。そういうのもあるんだけどね。今でも強いのにはね、変わりないですね。刻印強いよ、やっぱり。今でもカオス討滅戦とか特にやっぱソロでやるから、今ねクリティカル耐性っていうのが出て、クリティカル耐性何百パーセントにしても全然クリティカル出ないっていう場面があるので、そういう時にやっぱ刻印あるとクリティカル関係なくね、ダメージは上昇するので、すごく大事ですね。いけ、バースト、よしよしよし、小刻印入ってる、よしよし、来て来てる来てるぞ、これ倒せる倒せる倒せる、これ倒せるぞ、やばい、え、ソロで倒せんだけど、え、マジでマジかよ、やばいぞ、え、これいける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 、よしいけるいける、倒せる、あー、死んだ死んだ死んだ、え、嘘、あーびっくりした、蘇生結晶使えるんだ。あ、よかった。もう覚醒消えるだけだから。あ、ビビった、マジで。これ、終わったかと思った。全然いける、これ。あ、ブレイクした。よっしゃ。で、今のうちに SP と HP を回復しておいて。あ、ミスった、ミスった、ミスった。これで、バーストためて、バースト溜めて、溜めて、よし、いける、これソロで倒せるぞ、やった、これいける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 、ソロで倒せる、え、これマジやばい、え、これ動画にしよう、マジで YouTube に載せよう、これいけるぞ、これやばいやばい、いけいけいけ、お、もうちょっともうちょっともうちょっと、あ、小刻印効いてるうちに、わっしゃ、倒した、ソロで倒した、ソロで倒した、ソロで倒しましたよ、モッド使わずにソロで倒しました、これ動画にするわ、マジで、え、やば、 ありがとうございます、え、マジかよ、え、ソロで倒したんだけど、ソロで倒せた、え、マジかよ、え、ソロで倒せるよ、これすごくね、待って待って、これ推奨トータルパワー17万、かける4、あ、かける4か、これ4人分必要なのか、倒しちゃったよ俺ソロで倒せた、やば、え、マジ楽しい、え、マジかよ、え、やば、倒せたんだけど、ね、94層まで来ると、もう助動でも一人で倒せるだけですごいと俺は勝手に思ってる。8分以内にクリアとか、無理でしょ、これ。いやー、これね、倒せるんだなと思った。これですね。やっぱ、凸闇のモッドは一応持ってはいるんだけど、片手再建が弱くて俺。でクリティカルも出せるスキルがないし、片手再建の熟練のスキルも伸ばしてないので、これがねあるんだけどちょっと弱いので、今回はバーストのね船大クリーファを使った編成でなんとか倒せたんですけど、
これね、闇のモッドがなかったんだけど、この船大クリーファーを使って、3周年で出たモッドスキルのね、ちょっと前に出たやつなんですけど、まあ、これ、バーストのスキル威力もまあ、そこそこ高いっていうのがあって、まあ、デュエルバフって言って、まあ、敵の攻撃力が上がってしまうデメリットと引き換えに、自分の攻撃力がね、29.6% もね、この状態でね、上昇するので、で、まあ、貫突したら、スキル威力 2850% の攻撃力 35% 上昇になってすごく強くなるんですけど、まあ、突闇といったら、今これしか俺持ってなくて。で、まあ、これですね。やっぱ闇属性の鬼バフ。これが、やっぱ、39.6% 増加になるので。で、まあ、なんか、デバフ10種つけた後にブレイクすれば、ボスに与えるダメージの高くなるデバフですね。それが99スタックになるんですよ。2回ブレイクしたことになるのかな。これ今ね、ダンジョン挑戦画面で上の階層の方でボス詳細っていうボタンがこれあるので、これ押すと出るんですけど、まあ、これですね。これでデバフを10個以上同時に付与するとダメージ上昇のデバフがつくっていうことになってるので、まあ、これね、今ね、メニューシステムお知らせって言って、このアップデートっていうところを押してもね、これが、こういうの出てきて、これ94層出たばっかりなんですけど、まあ、これね、シンクシングオブドミナントってやつね、これが、やっぱここにも書いてあるんで、デバフ10個以上付与することで、ダメージ上昇のデバフが上昇。まあ、これスタック制なので、ブレイクすると確か50スタックぐらいつくのかな。で、これデバフ10種つけるのは、50スタックなんですけど、ブレイクするより時間がかかんないと。さっき多分かかんなかったと思うので。デバフ10種ってもしかしてもう一回やったらもう一回つくのかな、スタック99。そしたらブレイクする、装備セットとか考えずに一気にデバフつけちゃったりするんですけど、まあ、そこはまたね、検証しようかと思います。呪い激毒スタンがあるので、まあ、さっき毒ダメ低下をね、やっぱデバフ10周つけるときに、つけたんですけど、まさかね、倒せると思ってなかったので。まずさ、周回だるいじゃなく、以前に、もう倒せるか倒せないかわかんなかったので、面白いですね。てかこれ、あれだね。カオス防具じゃなくて、普通に階層防具でやってたのか。すごいな。よくやってたな。なんか、インゴット付け替えで、突属性インゴットをカオス135に付けとけばよかったかもしれないですね。あとやっぱこれですね。このパーティー一つ強化4バフ。これ、片手コンに今ないんですよね。その突属性の弱点ダメージ上昇みたいな。突属性系のダメージ上昇のバフが片手コンには今これしかなくて。で、やっぱ片手コン使うんだったら、これ使うしかないんですよね。その突属性ダメージ系のダメージ上昇。あとはまあこれは、まあ、モーションが長いので、打てたらって感じだったので、まあこれもね、最初、打てたらって感じだったんですけど、ちょっと余裕なくて。でもこれですね、これスイッチで打たずともやっぱ刻印が起動するので、これがやはり大きいっていう感じで、まあこれで刻印打った後に、まあ覚醒して、これをバーストで叩き込むっていうのが強いと思ったので、まあ、ちょっとこれでね、バースト入れてみました。まあ、あとなんかとりあえず突闇持ってるやつを入れておいたんですけど、まあ、本来なら刻印、刻印じゃない、コネクトに、まあ、こういうやつね、こういうやつ、このトリッキーキャットコハル、まあ、闇属性の鬼バフとか、あとこのテュフォンっていうのが何層だっけ94層の一つ下から91層か。91層のストーリークリア報酬になってるので、これも、なんかまあ、突闇のモッドがないので、コネクトに連結させようと思ったんですけど、ちょっと忘れてて、デバフ10個以上つけるのとかに集中しすぎてて、ちょっと外したまま忘れてて、っていうのがあったんですけど、まあ、なんとか倒せた感じですね。ご視聴ありがとうございました。来てくれた方ありがとうございました。じゃあ皆さんお疲れ様です。またね、ちょっと配信切ります。バイバーイ。